はいどうも井上康介です今日はですね、僕がなぜ高配当株とか高配当の ETF に興味がないのかっていうところをお話し,しようと思います。多分、二大巨頭でインデックス投資と高配当の ETF っていうところがすごく流行ってると思うんですね。ただ僕は高配当とかっていうのにあんまり興味がないんです。で、その理由ですね。まあ、それはどっちが優れてるとかっていう問題じゃなくって、もう結論言ってしまったら配当を受け取るか受け取らないかだけの話で、僕はやらない理由としては配当に興味がないっていうところなので、そのあたり具体的に解説をしていきたいと思います。 では時間がない方もいっていると思うのでこのの動画のポイントを先に解説していきますまず一つ目ですが僕がなぜ高配当の ETF とかに興味がないかって言ったらまあすごくシンプルで配当を受け取っても別に使い道ないなって っていうところなんですよということは使い道がなかったら再投資をすることになると思うんですけどポイント2にも書いてある通り再投資するんだったらまあインデックスの方が楽だし、まあ、配当にかかる税金っていうのもかからずに済むので、まあ、結果消去法配当がいらないんだったらインデックスでいいよねっていうところになってます。でこれはどっちがいい悪いとかじゃなくて違いとしては3と4にも書いてますがポイント3っていうのは生産した果実っていうのを我慢して食べずにですね、まあ、将来に残していこうって考えてるのがまあインデックス投資ですね。 でポイント4は高配当の ETF とかで、要は収穫の喜びを祝ってですね、まあ、毎年毎年食べようよっていうのがま高配当の ETF なのかなっていうところで、まあ、食べ物で言うとこういう違いっていうところがあるので、まあ、どっちを自分が好むのかっていうところになってくるだけだと思います、まあ、その辺りちょっと解説をしていきますなぜ僕がですね高配当の ETF とかに全く興味がないかっていうとですねもうすげーシンプルで配当もらっても使わないっていうところに限るんですね要はもう労働収入だけで十分やりくりできてる現状投資から の配当金を何かに使うっていう必要性がないんですよね。で、そう考えるとまあ全然こうメリット。 感じないっていうとうころがあってこれはかっててで、すすねね配当金金いうううのは税金がどうしてもかかっちゃうんですよねでよ国内の税金は20%なんですね。まあ、細かく言うと20.315なんですけど、配当金に関してそうやって税金がかかった状態、手元に入ってくるんですよ。で、高配当の ETF って多くの方は多分 VOO とかっていう海外の ETF とかを使ってるケースが多いと思うんですね。で、海外の ETF の場合だったりすると、海外、外国でまず10%の税金が引かれて、それに 加えて国内のの税金の20%だから合計30%の税金が引かれた状態で手元に配当金として入ってくるんですね。でこの外国で引かれた10%の税金っていうのは確定申告の外国税控除だかなっていう申請をすれば後で返ってくるんですよ。でも結構 結構めんどくさくないですか確定申告って。僕自営業者やから、まあ、毎年当然やってるんですけど、まあ、めんどくさいんですよね。だから普段からこう確定申告をしてないサラリーマンの方とかが、あの外国税控除のために確定申告をするのってめんどくさいんじゃないかなって僕シンプルに思ったりするんですね。でも結構なんか配当金返ってくる分少ないから、まあ、してないですっていう人も多かったりしてて、まあそれはそれで結構もったいないなっていう気持ちも若干あったりするんですね。で結局 結構僕はそれを受け取って例えばですよ30%の税金かかったあと受け取ったお金を何に使う目的もないんですよね配当金で美味しいいもの食べようみたいな感覚もなないんですよなのであんまりこう興味がなかったりするので結局再投資するっていうことになるんだったら、まあ、インデックスの方が税金もかからないし楽ちんだよなっていうところがあったりするので僕はまあ投資信託を使ってるっていう感じなんですよでこれはどっちかって言ったら僕は若い時はたくさん稼げて老後は収入が少ないっていうところの 再分配をするっていう目的でインデックス投資をしているっていうところがあるんですね。これちょっと図を使って説明していきます。めちゃくちゃ簡単な図にするとですね、この縦軸が金額だと思ってください。横軸が時間ですね。で最低限生活に必要なお金っていうのはこの点線とした場合ですね。水色が労働収入です。でピンクが年金ですね。 で、働いている時っていうのは最低ラインの生活費っていうのはまあ何とか稼げるっていうところから多分労働が始まっていくと思うんですね。で、まあ年々こう所得が上がっていく方が多いんじゃないかなと思います。で、いつか働かなくなってしまったら当然労働収入っていうのは途絶えてしまいますね。でその途絶えた後っていうのは収入がなくなるから年金を使って生活していく。ですが多くの方が理解している通り年金だけでは生活できないっていうこのギャップがあるわけですね。で考えるとですね、 働いてる時っていうのは最低生活以上のお金っていうのを手にすることができる。でも働くのをやめてしまった後っていうのは最低生活費以下のお金しか入ってこないからここのギャップを埋めないといけないんですねで。そもそも年金っていうのは働き終えた後、働けなくなった後の生活費が足りないから労働収入の一部を保険料として強制的に取って老後の 蓄え最低の生活費をカバーしようようみたいな考え方ですねただ現状では年金だけでもそれが足りないからさらに自分で貯めないといけないよねって言われてるわけですよねで投資をするっていうのはまさに僕はここのギャップを埋める要はここを平坦にするっていうのが目的の一つやと思うんですねでどういうことかって言ったら、まあ、こういう図なんですね要はこの水色の部分っていうのはもともとここにあったのがここまで下がってる要はここが こう下がったわけですねそれ何かって言ったら自分が稼いだお金の使える資金っていうのは投資に回していくことによって使えるお金は減っちゃうわけですねで、この投資の資金っていうのを使わずに老後まで増やしていって老後を受け取っていくことによってえっと再分配をするわけですね働いてる時っていうのは必要以上のお金を稼ぐことができるで、その一部を老後に回すことによってまあ、この段差っていうところを先の このガクッて下がるのを防ぐために今使えるお金を減らしてその部分を老後に回していくでその手法としてインデックス投資が僕は使っているっていう感覚なんですよで僕はこの考え方がすごく好きというかしっくりくるんですねで配当金をもらってそれを使っていくのはどういうことかって言ったらこの投資資金の一部をこの使えるお金に回すっていうことなのでちょっとここが上がるみたいな感じですねこれが言ったらちょっとこう上がるみたいな感じですねでこのお金がちょっと 減っちゃうみたいな感じですね。だからここの部分もちょっと減っちゃうみたいな感じですね。だからどっっちがが自分が好みなのかっていいうことだとだ思います要は何でしょうね。りんごの種を庭に埋めてりんごの木をめちゃくちゃ大きくして将来何十年後かにりんごを収穫するっていう感覚ですよねインデックス投資っていうのは。でそれに対して ETF っていうのは何だろう。プランターで プチトマトを育てるような感覚かもしれないですね。毎年ちょっとずつあプチトマトできたから今日晩御飯に使おうみたいな感覚でこういった楽しみがありますよね。インデックス投資って結局増えても使えないっていうところがありますよね。それに対して高配当の ETF って毎月じゃないですけどえっと四半期とかに1回配当金がもらえるっていうことはなか投資の成果っていうのを実際に手にしてるような感覚っていうのは実際あると思うんですね。でそれがなだろう投資を続けるモチベーションになる方っていうのはたくさんおられると思うのでどっち がいいいいととかってわけじゃないですすの問題だと思いますで僕はまた違う動画でお話ししようと思ってるんですけど最低生活費の1年分以上のお金っていうのをためれるようになってきたらもう僕結構配当とかの話聞いてたらなんか1ヶ月の家賃が払えたとかっていうふうに聞くんですけど結局僕はもうお金ってマネーフォワードの中の数字の動きでしかなくて総資産が減った。 出た、増えた、みたいな感じでこうなっていってる時に、それが配当からのお金で払ってるかどうかっていう感覚であんまりなくて、結局数字が減った、増えたぐらいのデジタルの世界なので、僕はあんまりそういう感覚もないんですよね。昔は本当にこう、毎月10万とかしか稼いでなかった頃っていうのは、お金っていうのはすごくリアルだったんですけれども、ある程度の貯蓄ができてからはもうお金っていうのがリアルな存在じゃなくなってきたんですね。なので僕はそういう感覚っていうのもあんまり持てないので、まあもう本当に入ってくる。労働したお金で やりくりして将来のためにお金を残すっていう意味ではまあインデックス投資の方が僕は適してるかなっていうところで全然やってないっていう状態です。まあ後払いとかをね楽しめる人っていうのはまあすごく性格的に素敵だなと思います。僕はあんまりこうね何かに楽しみを持つっていう性格ではないので本当にこうお金を受け取ったもんなみたいなところもあったりするんでなんだろうコロナの給付金とかあったじゃないですかあれも全然僕使ってないんですよね別に何か入ったから使おうみたいな感覚って僕あんまりなくてまあ使わ使いたい時に使ったらいい。 じゃないのみたいな感覚なのであんまりこう性格的に向いてないんでしょうねそういう配当金を受け取るみたいなことをなのでまあ僕はしてないんですけど否定してるわけじゃないのでまあ、興味がある方はぜひね一度やってみたらいいんじゃないかなと思いますもしよければですね高評価そしてお金の悩みなくしたいっていう方はぜひチャンネル登録もお願いします最後までご覧いただきありがとうございました